マリ共和国海州ドラマネ付近セネガル川はアフリカ西部を流れる河川である。流域はギニア、マリ、モーリタニア、セネガルに及ぶ代表的な国際河川である。流域各国の共同管理のためにセネガル川開発機構が組織されている。上流域は歴史的に金を産出したと言われ、砂漠の塩とともにサハラ交易が発達した。 そのため地中海沿岸から到達し、大西洋へ抜ける探検が行われた。セネガル川流域上流部はギニアに発するバフィン川とバコイ川であり、マリのバンフーラベで合流してセネガル川となる。セネガル川は北西に流れ、セネガルとモーリタニアの国境となり、三類州の州と三類で大西洋に注ぐ。川口付近の三角州には世界遺産に登録されている。 三類島がある。セネガル川には二つの大きなダムが、下流と上流にそれぞれ建設されている。ジャマダムは1986年に建設された、セネガル川の川口近くにある海水の流入を防ぐためのダムであり、川を淡水化して今作などの農業開発が進められている。流域の淡水化の弊害として、重血球中症の増加が指摘されている。ありがとうございます。